ラスクダイバー遊船長。じゃあ、まだ間に合うよね。ああ、やっちゃって。はぁ、食いしばれ。てらっ、はぁ、まだまだ。人間の概念でいう邪魔だ。神が存在し、混乱会、人間が創造する魔物が生まれた場所、災い会、神と魔が存在する空間、それは人にとっては遠くて近い世界。正門地、イニシエと現代、歴史と流行が交わる街、雑多で喧騒、それゆえに活気が満ち溢れ、神と魔が集う地。どうだ。長い時の流れにより異なる次元のエネルギーが集まり、不安定な空間が形成される。この予測不可能な次元空間こそ、災い界、人間界から混乱界に通じる道の一つである。このことに手を焼いた混乱界は、積極的にこの空間に干渉するように、鳥の国、いわゆる大間が時に入るとエネルギーが混乱し、魔物と人間が誤ってそこに迷い込むことがある。邪魔だ。混乱会はこの次元を遊船長、そう名付けた。有象無象をも誘い込むこの遊船長の地に、一人の少女が立つ。やがて少女は次元の壁をも砕き、いくつかの物語を紡ぎ出すだろう。今ここに最初の冒険譚開幕。もしもユモ、そこなろ、そこにいたんだ。
おお、地元と大丈夫。あれ、お店ここじゃなかったのかな。どこかに引っ越したのかな。ここだったような、ここじゃないような。あ、よし、あ、道間違えちゃったかも。こっちの方向だったかな。あれあれ、行き止まりだ。もう、まずはこっちがダメならわからないかも。さっきまでこんなのなかったよね。どうなってるの。あれ、周りの人が減ってきたような。おかしいな。ユーマ、あ、でも、あれ、あ、よっしゃ、やだ、心配し、優先帳？正門帳じゃないの？よっしゃ、どうしたの？なにこれ。何？ここに人が？よし、このジョーちゃんは大丈夫そうだな。こっちのポニーテールは危険だ。ジョーちゃん、起きろ。え？シンピラ？悪かったな、人相悪くて。ジョーちゃん、少し辛抱するんだ。今すぐ治療してやるから。治療？力がみなぎってくる。この感じだんだん強くなってる。ちょ、待て待て、一体どういうことなんだ。え、おじさん、これはまずいな。うわぁ、な、ジョ、え、テレビでこれでい、まさかうまくいくとは思わなかったが。え、あ、僕、いや、天天天地お、だ、いでよ、はぁ、食いしばない、とりゃ、こんなもん、はぁ、食いしばない、こんなもんか、てらせや。本当に人の、あ、あ、はやろ、はっ、はぁ、食いしばない、とりゃ倒れろ、やっ、たっ、どけ、はっ、てらっ、やっ、たっ、どうだ、やっちゃって、はっ、とりゃどけ、はっ、はぁ、食いしばない、よさ、ね、でも俺、店長、ま、はあ、ヤンキョウ、でも、え、ここ、
え、話しいやこじゃなえ髪あわっさおい、ま、あの情緒ユサコンロン人コン…ああ神そうだねそっねおで、ぼ…あ、で、これああまたこん…店長ぼ…ど…店…ゆ…よか…店長…わ…よこうして仕方なく店長のペンダントを預かったんだっけ条件はこの夏休み中にリーオおじさんが元に戻る方法を探し出すことこのペンダントがこんなに高いなんて思いもしなかったでも店長はバイト代で借金を返せばいいと約束してくれたバイトの内容は勇者に怪我をさせた妖怪を倒すことそれにコンビニの手伝いをすること人生初のバイトがこんな厄介なことになるなんてあ、分かっ、うん、バイト初日だし。お、し。すみません。何？え？よし。さて、目は、うん。何？と、ゆ、ヘデ。店長。